今日紹介する作家は新見南吉。童話作家として知られる著者が昭和7年に雑誌赤い鳥に発表した代表作です。新見南吉。ゴンギツネ。いたずら好きの小ギツネのゴンはある日川で魚を捕っている瓢獣を見かけ、ウナギを逃がすといういたずらをします。後日そのウナギが病気の母に食べさせるために捕ったものだったと知り、いたずらを後悔したゴンはお詫びの気持ちで瓢獣の家にこっそり栗や松茸を届けるようになります。俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。おっ母が死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふーん、誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。お城の前まで来た時、カスケが言い出しました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかなあ、そうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。そのあくる日もゴンは栗を持って瓢獣の家へ出かけました。瓢獣は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時瓢獣はふと顔を上げました。と、キツネが家の中へ入ったではありませんか。こないだウナギを盗み上がったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。瓢獣は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。ゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。瓢獣は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。おしゃれなお家ね。コメちゃん好きなんだね、メロンが。こういうベルシーなの意外と好き。これをお家に住みたい。絶対に毎日寝起きないと。